こちらは米沢市にある札幌さん。近くには城下町ということもあり、非常に趣の深い建物がたくさんあります。さあ、こちらがお店の店構え。店内に入ると非常にメニューがたくさんありますが、焼きそば、中華そば、チャーシュー麺あたりが有名です。老若男女にとても愛されるこの一杯は、観光客だけでなく地元の人にも大変愛されています。満足の一杯です。帰りには小野川温泉にもどうぞ。